いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は MLB 大谷翔平、モレノオーナーが残留熱望。史上最大10年総額671億円でと春季キャンプで注目発言。海外の反応についてのニュースです。テンピ、米アリゾナ州、19日日本時間20日、米大リーグ、エンゼルスのアート・モレノオーナー76が、今オフにフリーエージェント FA となる大谷翔平投手28について、この先6年、そしてそれ以上残ってほしい、と記号残留要請記号する注目発言をした。1月に球団売却の中止を発表後、日本メディアに投打二刀流の去就問題について言及するのは初。大谷はメジャー史上初の総額5億ドル、約671億円、規模の大型契約が予想されている。エンゼルスで最も決定権を持つ人物が報道陣に歩み寄り、自ら口を開いた。サングラス姿のモレノオーナーは笑顔で挨拶すると、皆さん、質問をしたいことは同じだろうからね、と日本メディアの前で足を止めた。今、彼大谷はここにいる。我々と今季契約しているから彼はここにいる。今ちょうど室内で会ったところ。調子は良さそうだった。今年で大谷は2018年にエンゼルスに入って6年目になる。今オフに FA となる大谷の去就は大きな注目を集めている。米報道ではドジャース、パドレス、メッツなどが獲得に乗り出すとみられ、10年以上で大リーグ史上初の総額5億ドル約671億円規模の大型契約が予想される。過去の最高額はトラウトが2019年からエンゼルスと交わした12年総額4億2650万ドル約572億5100万円。年俸もメジャー最高のシャーザー、バーランダーともにメッツの4333万3333ドル約50。8億1000万円を更新する可能性もある。16日、日本時間17日に行われた会見で大谷は契約延長交渉について、代理人にどういう話が来ているかわからないし、今はシーズンにフォーカスしている、としていた。モレノ氏は、時間が経つのは本当に早いと振り返りながら、あと6年?と大谷との契約延長の話題を振られると、彼にはこの先6年、そしてそれ以上残ってほしいと思っている。彼は素晴らしい人柄、と続けた。一時は球団売却を検討しながら1月に中止を発表後、日本メディアに大谷の去就問題について言及するのは初。改めて契約延長を目指す意向を示した形だ。大谷はこの日、室内でトレーニングを行い、グラウンドには姿を現さなかった。25日同26日には打者相手の実戦形式で投げ、3月1日同2日のブルワーズとのオープン戦に先発登板。同日にもアリゾナから日本に飛び、4日までに WBC 日本代表に合流する予定だ。世界中が二刀流の動向を注視している。MLB の大型契約最高額はトラウトが2019年からエンゼルスと交わした12年総額4億2650万ドル約571億5100万円。このオフはジャッジがヤンキースと9年総額3億6000万ドル482億4000万円で契約延長し、リバースがレッドソックスと11年総額3億3100万ドル約443億5400万円で再契約。前ドジャースのターナーはフィリーズに11年総額3億ドル約402億円で移籍するなど大型契約が多かった。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆様のご意見、ご感想など、お気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。また、見てよかった、と思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、をよろしくお願いします。